自分のね、政策を君たちに訴えるのが、これが選挙でしょう、ね。でもその自分の政策をまともに訴える人間っていないでしょう、ね。小池百里子ね、緑の狸も初回に7つの公約ってね、いろんな公約出したわけですよ。東京をあの花粉症から守るために杉の木全部伐採するとかですね、この交通渋滞をね、解消するために、 東京の電車を全部2階建てにするとかですね。でたらめばっかり抜かしてですね、どれ一つ叶えなかったわけですね。で、このゼロ公約を7つ並べて、で、8つ目のゼロ公約が公約ゼロ、公約達成ゼロというですね。まあ、これだけは叶えたんですけれどもね。アニメランドどうしたよというね。東京アニメランド、東京ね、全体をアニメランドにするとか言ってたはずなのに、そんなものもう忘れ去ってるんですよで、彼女がやったのは、制作調整金ですね。 ま、これはあの、東京都というかね、地方自治体の貯金に値するですね、お金なんですけど、2兆円ね、石原都知事以降ですね、石原慎太郎以降2兆円に東京都は溜め込んでたんですけれども、そのお金をきれいさっぱり使ってくれたのが、この小池栄子なんですよ。で、武漢肺炎でマスクだなんだとね、片っ端から送りつけたんですよね。そのね、購入費用、再購入費用で、どん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 金が吹っ飛んでいって、で、 この武漢肺炎で2兆円、ものの見事に消えたわけですよ。だから今東京都空っぽなんですよ。その東京が貯めていたお金を全額使ったのはこのバカユリコですから。ほんで、プロジェクションマッピングのね、東京都庁を赤に染めたり青に染めたりっていうね、こんなくったらないのに18億円とかね。もう人の金だと思ってやりたい放題やるんですよ。ひどすぎるんですよ。まあ、連邦に至ってはね、もう言うまでもないですけどね。 緑のタヌキのババアもいりゃ、二重国籍のレンフォというババア、いるっていう感じですよね。ババア尽くしでね、もう私も嫌になるんですけれどもね。ええかげにせえやつぶなぐりたいんですけれどもね。いや、本当にね、もう怖いものは何もないですからね。今回ね、外国人生活保護の即時廃止。一番最初にこの外国人生活保護の即時廃止を持ってきております。これは東京都知事のですね、権限でできることです。 外国人への生活保護の窓口を閉める。これだけでいいんです。ここで外国人のためにとか言ってる連中は、日本人の駅を外国人にね、売り渡すとんでもない売国集団なんだっていうことなんですよ。それを多くの人たちに知ってもらういい機会だと思うんですね。で、何よりも、外国人に対してね、なぜ日本人の税金で外国人をね、生活を面倒を見なきゃいけないんだと。もう、ポスターもシンプルにね。 外国人生活保護の即時廃止っていうですね。もうそれしか書かないで、で、ドンとね、ポスター貼っちゃえばいいんじゃないかなと私は思うんですけれどもね。政策でこう勝負する。政策を訴えるっていう本来の、この政治のね、選挙の原点に戻るのが一番いいと私は思うんですよね。だからできる限りね、できる限りでいいから、君たちもね、多くの人たちに、この桜井の話とかね、 あるいは政策を広げてても欲しいんですよ。まあ、チラシがなければね、今の段階ではですね、桜井誠の政策って勝手にチラシ作ってどんどんばらまきゃいいんですよ。<laughs> 選挙が始まったらダメですけれどもね。選挙が始まったらダメだけれども、選挙の前だったら個人で勝手に桜井誠を勝手ねんで応援してますっていうんでね。それで、あの、これが桜井誠の政策ですって言ってね、配る分には、皆さんが個人でやる分には勝手ですからね。 まあ、ということでね。まあ、ちょっと頑張ろうかなと思っております。ね。X で、えー、かなり広がってる。だったらもっと広げないと。X でもいいし、YouTube でもね。なんでもいいから、どん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 広げていくことですね。TikTok でもなんでもいいんですよ。使わなきゃもう損なんですからね。チラシ配布やってみる。ああ、もういいんです。もう自分で勝手に作って、勝手にばらまきゃいいんですから。まあ、その時に日本大しとって入れないようにね。 あ,のあくまでも桜井誠を勝手に応援してるっていうことでね、やってくださいね。うん、本当にね、君たちとね、どこまで一緒に戦えるかわかりませんけれどもね、やれるだけやってみようかっていう感じですよね。うん、ぜひね、皆さん、協力を。もうみんなで協力しないと話にならんでしょって、せっかくの機会なんだから。せっかくの機会なんでね、こう、自分たちのね、主張をこう広げる。 外国人問題を全面に打ち立てていく。それ以外の部分でもね、こう、なんていう、チラシ作ってそれを配りゃいいんですよ。